このエピソードでは英語のディクテーションに最適な教材の選び方を紹介したいなというふうに思います。発音コーチをされている方の参考になればいいなと思います。皆さん、こんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。Hey guys, it's i k o I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. 今皆さんが英語環境で働いていて上級者の皆さんがそこからさらに上に行くための発音の3つのポイントっていうのを無料で公開していますのでぜひ今のうちにチェックしてみてください年に4回くらいこの、えー、動画っていうのはワークショップが1回か回変わるんですよなので今の、えー、公開している動画を手に入れたい方は今すぐ 概要欄の方からチェックしてみてみくださいね、えー、私は本当23歳からアメリカに来て本当に英語が話せない状態もう聞き取れない通じないそして簡単な文章さえもこう組み立てられないっていう状態からアメリカ生活をスタートしました。で そこからもう一人でがむしゃらに練習した時もあったしアメリカ人の友達に練習してもらった時もあったし、えー、そして、えー、発音矯正の先生から2人から取ったり UCLA で言語学を専攻してで、えー、音声学とか、えー、そういうですね音の,あのいろんな分析とかしたりそして歌のレッスンを取っ コーラスのグループに行って100人くらいのメンバーがいる中で日本人私1人というような状態でコーラスグループにいたりあとはトーストマスターズでスピーキングの練習をしたりとかそういうのも4年間やってきているんですけれどもいろんなことを今まであの発音を学ぶ側学ぶ側としていろんなことを散々してきているんですけれども、えー、今度はですねその知識を知識と経験をもとに皆さんが どういうふうにして英語環境でしっかりとした発音を話せるようになるかっていうのをコーチングしていますなのでこの無料の動画の中でもかなりのヒントをシェアしています上級者がさらに上に行くためのヒントです是非、えー、英語環境で働いている方英語上級者の方発音コーチとか英語コーチの方もぜひぜひチェックしてほしいなというふうに思いますで今日のお話題は ディクテーションの教材を選ぶポイントです。えっと、あの皆さんディクテーションの練習とかやったことありますか私は結構ディクテーションから、もうものすごい発音を学んででそこです。ごい上達したという経験があります。で今英語の発音を教えているんですけど、最初の12週間はグループコースでえっと本当基礎とかを練習するんですけど。 ここを終わった方でアドバンスのコースを取りたい方に6ヶ月のプライベートコースっていうのがあってでその中ではデクテーションを使ってでそれをシャドーイングしてもらって。 もらってででそれをレッスンで練習する発音するのを練習するっていうのを、えー、組み入れてます。なのでディクテーションっていうのは私自身すっごい効果があったしクライアントさんもやっぱりディクテーションする時するごとにもうレスニングもすっごい良くなるしやっぱりスピーキングもすごい良くなるっていうそういう効果をですねすごい感じています。でやっぱり発音コーチの方 レクテーションを教材として使う方っていうのも結構いらっしゃると思うんですね。で、その時の選び方っていうのを紹介したいなというふうに思います。なぜなら、英語発音を話せる目的って、多分普段の会話、会社とかビジネスとか、普段の会話で、 しっかりと通じる発音そして普段の会話が聞き取れるリスニング力をつけるっていうのが皆さんの目的だと思うんですどうですか <laughs> もしそれが目的ではないなら私のコンテンツはもう一切あの対象ではないのであの時間の無駄にならないようにこの先は全然本当にあの見ないで違う方の、えー、英語の教材とかをチェックしてみてくださいね私は日常会話にフォーカスしていますで、ここが目的だったら ディクテーションの教材は日常会話の発音の方がもう断然いいですっていうかそれをやった方がいいですそれをやってください、えー、でたまに TEDTalk の教材 TEDTalk を教材で選ぶ方とかいらっしゃるんですけどもこここれちょっと要注意なぜなら TEDTalk ってスピーチですよね スピーチって普段の会話でこういう発音するかっていうとしない <laughs> しないですなのでテッドトークのような話し方で普段の会話を話してしまうとすっごい違和感だってそういう話し方しないですよねだって日本語も同じだと思います、えー、私は今カメラに向かってちょっとこう、えー、普段のような話し方友達に話すような話し方で今話をしているんですけれどもでも なんかこうステージに立ってスピーチする時の話し方はこうじゃないと思うんですよなんかもうちょっと皆さん今日はいらしていただいてありがとうございますみたいなちょっとこうスローダウンするし間を取るし話し方も発声も全然違うんですねなので TED Talk のようなそのステージ上で、えー、こう話しているスピーチっていうのは この話しし方は普段していないわけですなのでこれをリスニングの教材とか、えー、スピーキングの教材そのディクテーションの教材に使うのは普段の会話の練習じゃないのであんまりもしかしたら効果がないあ,のあんまりというか効果がないと思います <laughs> なので、えー、だって発音の仕方全然違いますよねなので やっぱり日常会話っていうのがもうちょっと日常会話の方がもうちょっとこう気が抜けていてもうちょっとだらっとしていて早い感じでそのやっぱり使う単語もやっぱり普段の会話になります TED トークのようなステージで話すようなその言い回しとかっていうのは結構フォーマルな感じがするのでやっぱり違うんですよねだから選ぶのであれば私もあのディクテーションの教材っていうのは あのアメリカ人で、えー、YouTube をしている人のチャンネルで。 で、えっと、その人が本当にもうそだから英語教材の英語じゃないんですよ普通になんかこうカメラの前で話しているっていう感じだから日常会話はすごいダラっとしていて本当にたわいもない話をしているんですねでそれが日常会話の発音なのでそれを使っているしそれを使って練習しているクライアントさんっていうのは本当にリスニングがもうどん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 伸びていきます日常会話のの発音の速さに慣れていきますからつながりとか音がどういう風にこう。 えー、聞こえるかっていうのを学べるので、ね、すごくいいなというふうに思いますあとテッドトークとまた別でニュースをあの英語の練習のために聞く方も結構いらっしゃると思うんですけれどもこれニュースの発音もまた違うって思うんですよね私はニュースは見ないですあのテレビは見ない全然見ないです見るのは本当 YouTube の本当に限られた少数のあの えと人たちだけです私のビジネスコーチの YouTube チャンネルとかあの自分が習っているビジネスコースの,あの動画とかもうそういうものしか見ないんですね。なので、えー、とニュースとかはあんまり見ないんですけれどもでもアメリカの,そのニュースを見ると CNN とかニュースとかありますよね。やっぱり普段の会話とはやっ やっぱりちょっと違う発音だったりイントネーションもやっぱり違うだから日本のニュースと考えてニュ日本語のニュースで考えてみてください日本語のニュースキャスターってどんな話し方をすると思いますかでは次の話題ですみたいなちょっとできないですけれどもあの多分ああいう感じで普段の会話はしてないと思うんですよニュースキャスターの方って。 なのであの英語も一緒です ニュースのような英語で普段その人たちが話してるかというとそうではないと思います話し方も発声も使う単語もイントネーションも間の置き方とかもスピードとかも全部変えていると思いますすごいこうコントロールされたような発音の仕方ですねなのでそれってやっぱり普段の会話とは違いますので普段の会話ってもうちょっとコントロールがなくって本当にもう自由でこうリズムがあってエネルギーが高いんだけどでもダラってし していてでこうもうちょっと気が抜けているような発音をしているんですねそっちの方を練習するっていうのがやっぱり英語上級者の皆さんには必要な、えー、音だと思いますそっちの発音の方が多分実際に使うと思いますので発音コーチとしてデクテーションの教材を選ぶ時どの教材を選ぶかしっかりと えー、考えてみてみくださいねクライアントさんに効果があるような内容を選ぶといいと思います。それはやっぱりすごい自然な発音、えー、そしてすごくこう普段の会話の音。 音と一緒っていうのがすごくいいなというふうに思いますもちろんアメリカ英語を学ぶのであればアメリカ英語の教材を選ぶっていうのも必須ですあのイギリス英語の教材を選ばないようにアメリカで、えー、そして東海岸の、えー、発音をあ東海岸の方に住んでいるのであれば東海岸の発音西海岸に住んでいるのであれば西海岸の発音というふうにやっぱり住んでいるところに よっても発音は結構違いますのでそういうふうにこう自分でしっかりと選ぶそして発音コーチの方はそういうふうにクライアントさんの必要な発音の教材を選ぶっていうのがいいかなというふうに思います。ぜひぜひ参考にしてみてみくださいね